やっちゃうよ、大丈夫です。ということで、今日もやっていくんですけど、今日はね、展開に沼からね展開に戻ったんで、そのねリップ解説をしていきたいと思います。ということでいきましょう。まあね、デッキはこれ三重四ロイホグなんですけど、やっぱりそのなんだろう、前テンプレはねあれだったんですけど、もうなんか近代的な、もうファイボがポイズンになり、まあ、マルタガのリババになり、スケが、墓石になると、もう近代的にあれですね、近代的なあれですってことでいきたいと思います。まあね、デッキも変わっちゃったんで、とりあえずこれ1本目かな。まあラバー相手ですかね。今日は3本解説していきたいと思います。まあグラチャレでも結構やっぱりスケ型よりも、てかロイジャイとあのスケラが流行りすぎて、やっぱスケより墓石の方がちょっと使いやすいかなって感じはするんですよね、結構。でここで、メガゴーキと逆サイにあのロリバーボ出すことによって何かしらを切れさせることができるんで、それでね、まあこうアイワレとかで蓋かな、蓋したけど蓋できなかった、ヤーツーですね。でこれ両サイ攻めていって、全部のね、なんかユニットが出てきたら、うう、ちょっとやばい、レッドブルか、レッドブルが込み上げてきた、ちょ、嘘っす、まあ、あれなんですけど、両サイから片方のサイド攻めて、10エリになって両サイ、ね、攻めることによって、両方のサイドからこうやって集まってきたユニットを三重視でね、またこの両サイドを防衛してからもう一回カウンターできるんですよ、それが強くて。なんで、両サイド適度に攻めて、戻ってきたのを9エリ溜まったのに三重視、チュチュチュンってやって、両サイドを守るのもありですね。でこれポイズンともう一個呪文をね重ねられないとハンターは死なないんで、こうやってミニ残りのハンターにもこうやって蓋をねしてあげることが大事ですね。大体ポイズン打ったんで高めの三重視でタワーを守りつつ、まあ、ある程度はね削られちゃうんですけど、許容なんですけど、ここから相手はね、まあ三重視の群れをね処理しなきゃいけないという感じですね。ああ、喉も治ってきたっすね、俺。やばいっすね。もうバリバリ絶好調っすね、マジで。で相手がポイズンだなーって分かったんで、いつのタイミングでも、ポイズン、墓石さえ壊せれば、ロイフが飛ばせるんですよ。なんで、とりあえず、ゴーストを切って、墓石を切らせて、みたいな感じですかね。で相手は墓石を切ってこないと。やりますねーと。で、これで、墓石を切ってくると。まあ、ポイズン打ったか。正直いらんかったかな、でもこれは。相手手札が鎖散らかして、こういうのもね、ちゃんとアイスゴレで守ってから、後ろにハンターを置いて、ちゃんとハンターだけでラバー、完封まではいかないですけど、ほぼノーダメで処理できるんで、で、こうやって、ハンターの前にユニット出して、ハンターをね、そのなんだろう、手を届かせないようにして、もうこのラバーが橋を渡るまでに半分以上ラバーを削っちゃってるんですよ。で、これでアイスゴレで蓋をしていくのかな。こう迷ったんだよな、すごい。三重子出すか迷って、蓋が遅れて、折れるっていうね。この、ドヌマプレイ。ドヌマプレイですよ、マジで。半端じゃねえほど沼プレイですよ、これ。で、これで、ロイフグ投げて、相手守ってきたら、ポイズン打とうと思って、まあ、それで、まあ、案の定守ってきたんですけど、俺は速攻でポイズン打ってるんで、タワーは折れると。相手は防衛にエリクサーを使ったにもかかわらず、タワーを守りきれないっていう、もう、この残念な感じですね。で、これは、とりあえず、一旦止めます。こういうので大事なのが、今手札に三重子があるじゃないですか。で、三重子を切っても、ここで三重子を出しちゃうのは、やっぱ初心者で、ここで三重子を出すと、その、ラバーが歩いてくる間に、まあ相手がポイズンじゃなくて、ファイボでもそうなんですけど、歩いてくる間に、相手のエリクサーが溜まって、ファイボザップで処理されたりだとか、このデッキの場合は、まあポイズンを打って、ラバーが到着すると同時に三重子が処理されて、その相手はハンターを突破すればラバーが通るって状態になっちゃうんですよね。それで、端前にメガゴインドぶっ破されて、それをアイゴレとかで止めてる間に穴掘りをね、ハンターに飛ばされて、まあね、ちょっとそれでハンターを溶かされて、空ぶっ込まれてジリジリってなるんで、最初は、こういう時は、アイゴレを切ります。アイゴレを切っていって、ハンターを出す。ハンターを出して、ハンターだけで相手は呪文プラス何かしらをしなきゃハンターって溶かせないんですよ。なんで、こうやってハンターの前にバチクソユニット出していって、別にこんなん食らってもいいんですよ。で、これでカウンター来てもいいんで、こういうのを全部、こうやってアイゴレで蓋してあげます。蓋してあげて、まあ、防衛ポイズンだとか、まあ、2周目ハンター。で、ここでハンター出せなかったのは、単純にこうやって2周目
なんだろう、ラバーがあるから、ね、こうやって出していって、で、お席もちゃんとなんかお湯にとか来たらお席出そうと思って構えてて、で、これでこうやって。で、ここは、ノーヒック出して真ん中ゴースを、これ音速で、タルバンは転がして、墓石とかして、相手は墓石に来ると思って、またぶっ転がしたんですけど、ちょっと遅いかなーって感じで、これ GG ですね。まあ、そんな感じですね。やっぱり、相手の大型とかに対しては、結構なんだろう、馬鹿正直に出す、その三重子をね、そのまま出すんではなく、逆サイ攻めてから、相手の大型がこうやって来てて、逆サイを攻めて、両サイドを三重子で、ペペペペペって守って、もう一回カウンター行くとか、あとはその橋渡る寸前に三重子を出してポイズン打って、なんだろう、三重子が死ぬけど死ぬ前に仕事させるとか、そういう工夫が大事ですね、三重子の大型に対する三重子の出し方は。ってことで、もう一本いきたいと思います。ジャイ三重子、ジャイ三重子はね、割とね、まああれですね、まあ、結構いるんですよ今シーズン。マジでジャイ三重子多くて、ほんで、なんで、ジャイのね、まあ、墓石の出し方とかね、俺なりにですけど、解説していきたいと思います。まあまあまあ、こんな感じで、とりあえず手札にポイズンなかったんで、打っていって、これ、めちゃくちゃ手前に、ギリカから手前にポイズンかけると、1体のロイフが奥行ってるんで、毎回こうやって、最低でも、ガゴムレード、ガゴ3体にはかかるんで、そんなエリアド取られてなかったら、さすがに、なんだろう、相手に4エリアって、俺がこのポイズン打ったらすっからかんになるときに、ポイズン打って、4コース8枚工場とかやられて GG だ。それはもったいないですけど、さすがに。なんですけど、守れるエリがあるなら、これ絶対打った方がいいですね、ポイズン。ロイフ1体奥行ってるんで、それにされて、コウモリとかギャングも全部、8枚に出したやつが行くんですよね。で、これで30子来るだろう、つってこれ出していって、30子が8枚でこのね、こうなる、こう三角になるタイミングでゴースト出す。これで、まとめて3体殴ることができるんですね。で、ロリババでぶっ転がしていって処理という感じで、で、これ相手はエリない。まあ、エリは同等ですけど、この場面、盤面上に俺の二重子が残っているんで、相手は無視せざるを得ないですね。ここで出しちゃうとまたエリアと取られて、これ以上のダメージを食らっちゃうんで、相手は無視ですね。まあ、ジャイ三重子ってもともとタワーで受けて、なんか無視してアド取って、最後にエリクサー踏み倒して勝つみたいなデッキではあるんで、で、ここでまた来て、でこれでポイントなんですけど、ここでエリポンをね、エリポンにポイズン打つ必要なくて、タワーをぶっ壊してそのままエリポンに行っちゃえばいいんですよ。なんでアイゴレロイフグして前に出てきたユニットに対してポイズン打つ、速攻でポイズンですね。これもう出していって、相手は3エリでギャングを出すと、ギャングを出してギリギリ防衛して、結果的には1体とチョンしかね、このエリポンには届かないんですけど、まあね、シャーなしですね。でこれで工場足したとて、まあ余裕で防衛できると。まあザップ打っても別に好きにしてくれよという感じですね。で、まあ後ろにコウモリ出してきたんで、1点ババ受けつつ、これで受けようかなと思ったけど失敗しましたね。で、とりあえずこれ。で、ここなんですけど、別にもう、こうやってはい。見てくださいね。この奥の1体残ったやつに、こうやって最後群がるんですよ。で、こうやって、後ろの、結構前目に出してガゴムレも、後ろの3体にはポイズンかかるんで、打っちゃってもいいと思います。で、基本ジャイ三重子って、2本折っちゃえば勝ちなんで、1本折らせて、1本守っても、2本折らせちゃえばね、2本守れば、ん違う、1本折らしても、2本目折らせなければ勝ちなんで、これで、ちゃんとね、手堅く防衛していって、ぶっ転がしていって、このタルババがね、一重子に対してめちゃくちゃ強い。時間稼ぎ&こうやってね、怠慢で何も出してこなかったらタワー受けつつも怠慢で勝てるんで、これがめちゃくちゃ強いですね。で、こう出していって、GG という感じで、割とジャイ三重子には相性がいいかなって感じはします。ただ、なんだろう、ポイズンない時にロイフグ投げて、コウモリでこうやって防衛されて、そのままカウンターの工場コウモリで死亡とか結構よくあるパターンなんですよ。攻めすぎてっていうのがあるんで、エリクサを使わなければ基本守れるんで、やっぱりその攻めすぎないことが大事ですね。でも、エリポン折られた時は、置かれた時は絶対攻めるか、エリポンにポイズンを打たなきゃいけないので、まあそういう感じですね。そういう感じです。スーパーそういう感じです。うん。ああ、これまた込み上げてきそうだ。怖いな。まあ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 。でとりあえず、まあ、こんな感じで、
まあ墓を置いていく所定墓はやっぱ安牌ですね。このデッキだったらタルババか墓か、ゴーストをする所定は。ただ今もう本当に遅延環境で、なんだろう、あのトルネが多いんで、初手ゴーストをトルネでキングキドってマジでつまんないですよね。そのパターンがもう本当にされたら最悪で、ゴースト一発だけ殴っただけでキングキドできちゃうんで、それでされたらまあほぼ負けまであるんですよ。ほぼ負けまではいかなくても7割8割持ってかれるんで、やっぱりキングキドはあんま序盤にはされるまでにはせめて3分の1は削りたいなって個人的には思ってます。でこれでまあ対空ぶっ強いハンターを出していって、まあ、ロリババをぶっ転がしていって、まあ、これでハンター延命しつつポンとポンと置いていって、これ何来るかなみたいな相手のねユニットを伺うことができます。これであ縦付けねみたいな、おいしょ、打たないですね。でこれで後ろからゴース出すじゃないですか。後ろからだっけこれ、後ろからね。でちょうど墓石が壊れて、あのスケが流れ込んでくるタイミングでゴーストが相手の橋を渡るんで、相手はまたこれで陸受けがないんですよね。でトルネ打ってもいいけど、俺に多少なりともエリアドを取られてるんでトルネ打てないんですよこれ。 でしかも俺はトルネ打ってくると思って、そのゴースト単体で行くとね、橋前のハンターだけ止められてゴーストだけ吸われて筋肉起動ってことがあるんで、こうやって一緒にロイフを飛ばしてあげることによってね、相手はもしゴーストにトルネ構えてたらもうこれでキングじゃない、アリーナ束折っちゃうよぐらいの勢いで折っちゃうよって、そんな感じで言ってます。まあそんな感じですね。結果的には相手があのこうやってなんだろう、アイスウィズを出してきたんであれだったんですけど、でこれタルババ遅れてね、読みもっと成功させてればワンチャンあったかなと思うんですけど、一応このタルババも、分かりにくいですけど縦付け見る前に打ってるんですよ。だけど遅いですね。でこれたまたま始まりゴースト、陸受けいねえだろの始まりゴーストと、なんだろう、適当ロイフがかぶって、まあまあまあめっちゃ完封できたって感じですね。で相手ポイズン使って、でロイフグも使ったんで攻めることもできないしポイズン打つこともできないから、三重心に対して強いデッキカードもないのに、こうやってね後ろからユニットを、でもエリアド取りすぎて相手ユニット出せてないんですけど、こういう時にロイフグ切ってポイズン切った時はもう絶好の決算したいんですね。でこれタイマン買って、こっちのね、ババがね、土着層削るっていうね。でこれでまあ、とりあえずまあ、ロイフ来るだろう読みのゴーストを転がしていって、まあ来たんで墓石でダメージ流しつつって感じですね。でこれで、墓石来て秒とかし、これ確かポイズン外すんだよな、そう。これやばいよね。これやばい、マジで。でここで初めてキング起動されるけど、その頃にはもうね、なんだろう。こうやって削ってるっていう、やっぱキング起動をさせにくい立ち回りすることに今の環境で必須ですかね。やっぱり遅延が強すぎてあれなんですよ、本当にはびこってるんですよね。もう2回に1回は墓石は絶対入ってるし、もう遅延だらけです。あ、やばい、うん、はあ、こんな感じです。なんでこれでね1体届く、これも美味しい、これすらも美味しい。で俺が負けることはねえなぁと思いつつ、まあゴーストぶっ転がしていって、まあロリババ転がしていって、まあちょっと過剰防衛なんですけど、あと少し削り切れば俺の勝ちなんでね。でこれ1体届いたんで、ウェイウェイと思って、まあこれで GG ですね。届いて GG。 まあこんな感じで割とロイホグ出す回数は相手によっちゃマジで出さない時と、相手によっちゃこうやって今みたいに攻防で攻撃でロイフグ出して防衛で適当に守ってもう一回ロイフグ出してみたいなね時があるんで、そうですね、割と2倍入ったら結構出すけど、1倍タイムの時は攻めすぎてカウンターで一発で持ってかれるっていうのは結構あるあるではあるんで、沼の時とかねやっぱね結構あるんですよそういうのが。なんで割と1倍の時は本当に結構慎重に立ち回ってロイホグって出しとけやろみたいなとこあるんですけど、まあね結構ね慎重に立ち回りつつ出すのが大事ですね。ってことで、まあ今時のねロイホグ三重士って感じで、おや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 変な画面いっちゃった、まあいいや、今時のねロイホグ三重士って感じで、やってるんですけど、そうですね、まあスケファイボーマルタ型よりも今こっちの方がちょっと流行っているかなって感じではある。それはもうすぐでトロ1万いきそうですね。はいはいはい、という感じで、まあとりあえずこんな感じですね。うん、そうですね。まあ、あとはね、
まあ、そうですね、マルチで今全然ちょっとトラ上がってないんですけどね、今日あたりね、6700とか、テンちゃんとかめっちゃ爆上げてて、まあ、今死んでクソ泣いてるんですけど、まあね、本当周りに置いていかれないようにもっと頑張っていければなと思います。ということで、まあ、今日はこの辺で終わるんですけど、まあね、毎日投稿、日本投稿やってるんで、まあ、高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。ということで、今日はこの辺で、お疲れ様でした。